60これ邪魔よな。こんにちは。アイドルみたいおもろ。確かに。髪伸びたやろ。若菜さんにも言われた今日、髪伸びたなってへへへって言った。若菜さんかわいい。伸びたな。明日な学校のペンキ塗り行くね。ちょ聞いて、今日さ隣電車乗ってて、隣乗った人がさ、なんかすごい匂いを発する感じの人なんてさ、口元からなんやけど、はぁーめっちゃため息つくね、やめてくれって密かに思ってた。いやいいんやで、いいっていうか別にな、しゃあないんやけどため息で追い打ちかけててくれと思ってああもろ。え、店長イベント来てくれんの。じゃペンギン呼ぼうかな。うわほんまや、来週やん、ペンギン呼ぼうかな。ほんまに来てほしい、明日呼ぼう。明日、え、店長イベントって何日やったっけ、ねえ聞いて、今日アンジさんおったねえってめっちゃ久しぶりに言ったかも。1年の時の最初の方言ってたらねえ。27当たった、やった。31、来週ってことは3月31、いいね。ペンギン先生見に行きたい。来てほしい。ちょっと渡す時気まずい。あ、来年もよろしくお願いしますってなるけど、来てほしいな。どうせ彼女もおらんくて暇なんやろ。え、アンジさんの思ったで。ちょっと聞くわ、まだ聞いてない。ハートの独占機やろ、かわいいって思ってたよ。今日もアンジさんかわいかった。話しかけたで。私から超緊張してどうしようってなって、とりあえずゆきのちゃんとこに行ってん。ゆきのちゃんって肩な、ここ肩ゆきのちゃんって行ってんで、ゆきのちゃんが移動しちゃった。あ、どうしよう、なくなっちゃった、ツンツンするものが。で、若菜さんおったね。若菜さんって言って、で若菜さんがと、まあ、くっついててん。で若菜さんもどっか行くってなったから、あ、やばい、誰もいなくなってしまうってなって、でアンジさんが携帯持ってたね、で写真撮ってって、自撮り、よし行こうってなってで頑張って行った。あのホワイトデーのありがとうございましたって言いたかったのから、アンジさんって言って、でホワイトデーありがとうございましたって言ったら、めっちゃ可愛いね。なんかな、作ろうと思ってんけどな、作られへんかってんよみたいな言ってて、可愛いってなって、でさ、可愛いってなっちゃってさ、もうってなるやんでさ、全然喋られへんくてさ、あ、どうしようってなってさ、めっちゃおもろかったで。なんかめっちゃ気まずそうにしてお互いめっちゃ気まずそうにさ、話すことないってなっててさ、めっちゃおもろかった。話すの下手すぎえと思って、自分びっくりするな。めっちゃおもろない、もうさやばいで、ね、ってなってさ、もうほんまに何も喋れへんくなって、で逃げた
結局逃げた私は。おもろ、全部美味しかったでって言ってくれて、あーなんて可愛いと思って来てた。今日もいかついペットボトル持ってるなって思って、あー可愛いって言えたらいいんやけどな。おもろ。ちょ、今日あやぴょんもおってさ、あやぴょんにさ可愛いって言って、あ私ありがとうって最初は言うねん、だいたいあやぴょんは。で違うって言って周り見渡すね、あやぴょんは分かったって言って、アンジュさん隣に座ってたから、じゃあ今日の甘い髪自分で巻こうか迷って、メイクさんにやってもらうか自分で巻くか迷って、でな、いつもいつもっていうか、なんか緊張せえへん、何も不安がない状態の時は負けんねんけど、なんかちょっとビビってる時はなんかな、負けるか分からんから失敗したらって思っちゃうから、あの巻いてもらうことにしてねん、髪の毛に関わらず、なんかいろいろメイクさんに任そうとしてるねんけど、基本は自分で巻くようにしててん最近、なんか思うようにと思ってけど、その隣にさアンジュさんがさ座ってたからさ、うわ絶対視界には入ってないやろうけど、なんか嫌やな自分で巻くのってなってやってもらった、前髪。恥ずかしい、だって隣におるんやもん、かわいいな。であやぴょんにさかわいいって言ったらさ、言いよって言われてんけど、無理って言って、無理やろ、いやだってかわいいけどさ、可愛いけどさ、言われへん。セタンティー作ったで。ちペンギンにあげようか悩んだ。けどあげへんことにした。あげようかほんまに悩んで。あどうしよう、ペンギンもしおらんくなるんやったらあげようかなとか思って。けどなんかおりそうなさ、雰囲気醸し出してきたからさ、最後に。そう、だからもういいわと思って。え、でもさ、その、ちょっと僕いるこのまま残るかもしれませんよオーラ出しといたその日にさ、はい今までありがとうございましたって言ってさ、帰れ帰れって言うねん。なんかさ、またさ、ほんまに何がしたいんやろな、あの人。どういう意図でな、その発言をしてるのかがすごく気になる。サイン付きもう5万で売るで。どうせ彼女おらんから何にもお金使うことないやから、いっぱい溜まってるやろ。だってな、食べるもんも好き嫌い多いし、服買っていつも一緒やし、なんなら元カノにもらった靴まだ持ってるし、でベッドとかも全部元カノとな、ダブルのベッドな持ってな、ステアンとな置いてるくらいやからな、あの生活には困ってないと思うし、あと、まあ、交通費も出てるやろうしな、ほんでお給料入ってくるわけやん、毎日働いて、んでな、彼女な、おらんかってな、何に使うねんって感じや。だから絶対、溜まってる。かわいそう。全部言われてやんの。おもろ。悪口のパレード。違うよ。個人情報じゃないで。いや、そのさ、毎日さ、働いてたらさ、未練たらたら男やん、おもろ、確かにな、あるのかな、物に罪はない的な人かと思った。なんか物に罪はないから的な感じで使ってるのか、未練たらたらなんか気になる、どっちなんやろな。マグカップとかお揃いのまだ置いてるからな。リップかわいい、これメイクさんの。この色かわいいよな、思ったけど持てないねん、自分自分のじゃないねん。いや可愛いよなこの色、春っぽい色が可愛いんかな。じゃあ私はイエベ春かな。マグカップか、え、いや、みんな捨てる派、捨てる派とか言って、バースデーカード書いた、ありがとう、楽しみにしてます。春っぽいよな、可愛い、かわいそうになってきた。悪口じゃないよ、
え、捨てんの？へえ。歯ブラシ？え、一緒に住んでたってこと？あの人そんなことできんの？あんなペンギンが女の人と一緒に住むの？ちょっと聞いてみたい。あ、でもベッドあるってことはな、同じあれか。そうなん？そんなことできんの？ペンギン、ちょ、聞きたいわ、聞きたいわ、本人にめっちゃ聞きたいわ。いや、いろんなとこから情報出てくる。なんかペンギン先生と仲いい生徒がおるねん。で、その子と仲良かったん、良かったっていうか、別に今も悪くはないけど、よう遊ぶくらい仲良かった子がおんねん。で、その子とペンギン先生も仲いいからよう喋んねん。で、私とペンギン先生も直でもうさ、よう喋ってたからさ、なんか情報がいろいろなんか回ってくるし、回すしみたいな感じのあれやから、なんかいろいろ知ってる。でも私よりその友達の方がよう知ってる。ペンギン先生といえばその子って感じ。けど一回学校でなんかペンギン先生と付き合ってるんじゃねみたいな噂流れた時やる。ちょ、おもろない？その友達の方が仲良くしてんのに。別れた時って捨てるんや。楽しそうだね。まあな、ペンギンの話してる時は大体こんな感じ。アクセサリー、あ、アクセサリーか。あ、私そんなもらったことないけどさ、から置いてるとかじゃないで、ほんまに。けどどうやるな、もらっ、でも私物に罪はないタイプかも。え、ほんまにないで、ほんまにないし、ほんま何って言ったら分かってくれるかな。ペンギンはメイクさん、メイクさんにも言われたことある。メイクさんなんかな、そう言われたことあって、あの人、みんなの知ってる、あのメイクさん、あのメイクさんって言っとくわ。あのメイクさんに言われたことある。すがりないっすよ、一回り違うからな、絵と一緒。分かり方にもよる。そっか、確かに。財布とか時計とか、バイク、バイクとか買うことあんの？あー、なるほどね。あ、なんかさ、メイクさんって言って名前出てくるのすごいよな。よかったんかな。私、もう出てもうてるから言っていいん、これ。ちょ、あのメイクさんほんまに好きやね。今日も喋ってチーク塗ってもらった、リップも塗ってもらった。タンプレ？私はアジさんにもらってめっちゃ嬉しかったのが手紙やねんな。いや、モノもさ、じゃ、モノは何もらったかってみんなに言ってないからさ、何が嬉しかったとか言わんけどさ、じゃ、モノももちろん嬉しかったんけどさ、手紙が可愛すぎてさ、もうどうしようって感じ。そう、某メイクさんはめっちゃ有名。そうやね。ああ、確かにね。ペンギンっぽくなってるのどういうこと？次の公演、ああ、27、29。手紙めっちゃ可愛かったで、めっちゃ可愛かったで。出口さん、気持ちかわかなった。アンジュさんの手紙思い出して。いや、だって可愛いもん、めっちゃ可愛かったもん。そう、アンジュさんガチ恋性やから、他見えてない、他見えてない、やばい。今日って誰かの誕生日じゃなかった？今日は3月24。おったっけ誰か。アンジュさん、アンジュさんリアクやからな。私、手紙めっちゃ嬉しかった。プレゼントか。私物欲そんなないねんな。欲しいものって言われたらなんかむずない？お姉ちゃんになってきた。
はこの配信ではちょっとお姉ちゃんに見えへん。ほんまに物欲ないかも。なんやろ、身につけられるものやったら嬉しいかも。4日前はいい？4日前、 20? おめでとう。ちょメモしとくわ。誕生日のようによ。そうやで。何にしようかなってめちゃめちゃ迷ってる。なんかさ、こっちからさいろいろ渡しすぎてもさ、なんかさ申し訳なくなってしまったらさ嫌やん。で逆にさ、なんかお返しされすぎてもうさ申し訳なくなっちゃうからさ、なんか対等にしたいやん。なんかそう対等にしたいから、ちょっとなありやねんってなんやねん。めっちゃ悩んでるね。身につけるもの、そう、でも何もらっても気持ちがこもってたら嬉しい。なんかアイドルっぽい答えやな。でもほんまにそうやってたし、ほんまにお手紙ほんまに嬉しい。私ファンの人にもらったやつまだ全部置いてんで。あと近所の友達、女の子の友達な、あの幼稚園入る前から遊んでた子がおるねん。その子からもらったお手紙と、おばあちゃんがくれたおもろい手紙と、あと先輩愛花さんとかさ、なんかもらう時があるねん。あのビーツ終わった時とかになんかちっちゃいカードでくれたから、そういうのも置いてる。選ぶの楽しいよな。わかるわ、めっちゃわかるわ、めっちゃわかるわ。でも超緊張せえへん。あ、そうそう、メッセージカード的なやつ。食べて消えるものがいい？そう？私消えへん方が好きやな。だからなんかな、食べ物も嬉しいけど置いときたくなっちゃう。写真とかもめっちゃ撮る、なんやろな、なんて言うんやろな、置いときたい人やねん。未練どうこうじゃなくて、なんかもらったらそのまま置いときたい。 なんて言ったらいいやろ。だからさ、例えばなんか瓶に入った何かでもらったら、その瓶に液とお花入れてハーバリウムにして飾っときたいタイプ。誰にもらったものでもそうなる。なんか置いときたいねん。記憶の中から消えそうで置いときたい。あー、わかるわ。書いたことない。基本あんましへん。そうなん、私お手紙めっちゃ書くで。じゃ直接言われへんからさ書くしかない。気づいたら枚数多くなってる。おもろ。スピーチ考えた昨日2時まで2時半くらいまで考えてた。やばい、全然寝られへんくてさ、ちょっともうこのまま焦っててもどうせ寝られへんし、もうせっかくやから考えようと思ってスピーチ。生誕ってヤンジさんにあげた方がいい？いやそれも迷ってた、どうしよう。なんか自分のってさ渡したくなくない？なんか別に私のだからあげたくないよあなたにってことじゃなくて、なんか私のものでいいんですかってなるからさ、そっちタイプやからさ、ちょっと渡したくないかも。なんか いるだって。私ゆきのちゃんの T シャツとか持ってるけどさ、そういうのは嬉しいよ。じゃそれはさ8期やしさ、好きやからさ、こっちはからいいけどさ、ちょっとなー、嫌やでなー。プレゼント匿名で、そうなんや。渡したら喜んでくれる。ほんまにいる？だって愛が重い。私は重すぎるねん。から距離感バグってるから、ちょっと離れ
離れすぎかなくらいでおらなあかんねん、ほんまに。で急に英語をしだすっていう、英語はと丸付けだけ、しかも丸付けであと5ページくらいしかない。わーい、もうちょっとで終わる。はあ、愛情が重いタイプなんですよ。でとりあえず私はアンジュさんに保存やから、そう、レオちゃんとアイカさん、え、かあれなん、仲良しなん。いやでもさ、いやでもさ、じゃ軽い子やと思ってた、待って、重い子や、重い子だったのかって聞かれてさ、軽い子やと思ってたんっていうのもなかなかおもろいけどな。なんかどう見えてた、逆に足のサイズ23かな、もうなんか 22.5 か3って言ってたけど、多分23な気がする。ハチキートの、え、ヨナー、なんか悲しいなんかハチキート絡み多いな。まあいいよ、仲良くしてもらおうって全然いいですけど、全然いいんですけどね、問題ないんですけど、何も全くもって問題はないんですけれども、あ、レオさん、レオさんやって、間違えた、レオちゃんの、もう混ざった、アイカさんと混ざった、アイカさんの名前入ってる、めっちゃおもろいやん、そのくらいでいいってことちゃうやん、それをさ、いいと思う人もおったらさ、めっちゃ嫌やわ、なんか重いわって思う人もおるやん。だからあかんねん、私は重すぎるの、もうあかんから、重すぎんねん、ほんまに、ほんまに重いから、潰れてまうで、アンジュさん、おめかしして、今日はごめん、そうお出かけはしてないけど、ちょっとメイクさんにやってもらった、愛が重いんです。アンジュさんの顔写真入れたセーターって、もう私じゃないやん、私のセーターってじゃないやん、アンジュさんやん、もうアンジュさん1年に2枚出すことになってまうやん、アンジュさんファンが買いそうっていうか、アンジュさんのファンの方と仲良くなりそうそんなん出したら、握手会絶対行く、しゃー、何して遊ぶ、何でもいいで、かなり重い、だから重いのを、愛花さんは別に軽くないやんだからいいねん、アンジュさんはどうなんか分からんねん、軽そうでは、軽そうに見えてるわけじゃないで別に、けどなんかめっちゃ重い感じせえへんやん、なんか自立してる感じって言ったら、愛花さんが自立してないみたいじゃない、そういうことじゃなくて、いやそういうことじゃなくて、なんか分かれ、なんて言ったらいいか分からんけど、アンジュさんって重くなさそうやから、いや思ってるだけやで、全然重かってもいいねんけど重くても好きやし、重くなくても好きなんやけど、いやー難しいね、私は重すぎるからとりあえず軽い方がいいよ、軽い方がいいよ、また違うな、うーん難しいね、唇可愛い、え、思った欲しいこの色、可愛いよな、どういう春っぽい色、こんなん持ってるんかな、触覚かわいい、巻いてもらった、これも巻いてもらった、全部やってもらったかわいいやろ、このくるくるってしてんのがかわいい。明日の髪型何にしようかな、ポニーテか下ろすか、寒いから下ろそうかな、でもこういう髪型やといいよな、ほら落ちてこうへんからな。ペンギン移動、わからん、どうなったんやろな、しゃべかい行く、なんか今日可愛い、おもろ、メイクしてるからちゃん、なんだよメイクしてなかったら可愛くないって言いたいのかよ、恋人つなぎ全然いいよ、私触られるのそんな嫌じゃない人やからでもな、なんか一定の人はちょっと手のさ、ここが触れるのが嫌な時はある、なんか
なんやろ、自分が緊張してる時はこう触られるの嫌やけど、手袋あるやろ多分やし、別に緊張してなかったらこれはいける。なんかこことかも嫌。なんやろな、なんかなんて言うんやろな、なんか怖いねんな。手元こことかやったら別にいけんねん。なんかここが無理やねん。なんなんやろな、私が多分な、緊張したらすごい手汗かな、自分の方やで、自分が発汗してるのが嫌なんかもしれん。自分が発汗してる状態で相手に触ったらどう思われるかなっていうのが怖いんやと思うわ。だからあんまり触りたくないねん。でもここって別にさ発汗せえへんやん。なかなか公園とかは発汗するで全身、けどここは別に発汗せえへんからいいねん。多分その問題やと思う。自分が発汗する場所は嫌や。発表なしで4月に突然やで、おらんくなるで。あ、手汗多い？嫌よな。どうやったらなくなるんやろな。なんか多いかどうかは分かれへん、普通かもしれへんけど、なんか怖いねんな、体な、触られへん。肩とかここら辺は全然いけんねん、全然。だからって別に触ってほしいわけじゃないで、けど手よりはいけるってこと。なんでなんやろな、自分でもあんま分かってないけど、発汗する場所は嫌や。これ首とかもあんま触ってほしくないかも。ハンドクリーム、あーじゃあね、なんかな、別にな、相手がな発汗してる分にはいいねん、自分があれが嫌やねん。犬猫、いやあれは可愛いやろ。なんかね難しいですよね。ポコちゃんそういえばどこ行ったん、どっかで寝てんのかな。わかる？そう、手汗すごって思われるかなっていう気持ちになるねん。それが嫌や。別に相手がどうとかじゃなくて。遠くにありて思う。お。むしろ嬉しい。手汗かいてくれてるってなるってこと。どういうこと、ちょっと待って待って、私にあえて手汗かいてくれてるって喜ぶってこと。待って、ほんまに言ってる、ほんまそういうこと、ちょっと待って、やばい。そういう人もおるんや。面白い世の中。あ、そうなん。いや私オンライン、めっちゃ話変わる、オンラインよりリアルの方が好き、緊張しやん、そっちの方が。あ、そうなん。あ、私と会えてあの人手汗かいてくれるんだ、嬉しいってなるってこと。めっちゃおもろいやん。なるほどね、じゃああなたと会う時は手汗いっぱいかいていくわ。おもろ、めっちゃおもろいやん、そういう人もおんねんな。なるほどね、自信つくわ。わかった。リアル、私はリアルの方が好き。なんかさ、オンラインラグいしさ、声聞こえへん時あるからさ、あと爆音の時あるからさ、なんか会って話した方がいいな。なんか「はい」しか言われへんくなるから。だから普通に会いたい、会って喋った方が楽。オンラインっていつ相手が喋り出すか分からんから、なんかバンバンなってる時やねん、音が騒音なんか分からんけど、めっちゃなんかもう、あとなんかマイクが近いんかな、なんかボフボフ言うてる時があるから、
こっち側の機材っていうか、そのパソコンとかのバグなのか向こうのあれなんか分からんけど、なんかもう爆音の時あるから、ちょっと普通の方がいいな。ちょっとびっくりするよね。あと普通にな、なんかな、 Wi-Fi ネットワーク環境がみたいなやつもあるから。あー、クマが行かれへん。そうなんや。人形無理なん？来てほしい。リアルもすれば経済も。あー確かに。リアルでもなんか移動時間楽しいよな。楽しいよなって、みんなは別に移動するか。楽しくない？私は好き。新幹線とか乗って移動すんの。課題終わりそう。全然いける。オンライン緊張するよな。私もやで。風対策してないマイク。あーそうなんや。やっぱりな、ボフボフ言うねんな。でもさ、もう誰も悪くないやんか、それに関しては。だからただただなんかすごい耳が痛いだけっていうね。ハイタッチして、ああいいね。たまにさ、握手会やけど握手せんへん人とかおるねん。いいのってなる。なんかせっかくあるのにいいのってなる。そういう人もいますよね。いいと思う、自分のな、アイデンティティがあって。フェンスに寄りかかってる。コスプレなー、もしひんつもり。いや、何恥ずかしない？だってそれでさ、バッチバチにさコスプレしてさ、アジさんのとこ行ってさ、おはようございますっていうのが気まずいねん。わかる？しかもさ、それがさ、部数がさ5部とかもあったらさ、わかるよ。もう1部とかで買える人がさ、バッチバチに決めてきてたらさ、恥ずかしいで。から増えたら、わかった、めっちゃ増えたらまたコスプレするわ。けど1とか2とかやったら、ちょっとコスプレはなしってことで。ちょっとな、気まずいねん。こっちも気まずいねん。あー、リアル派わかるわ。私もそっち派や。キャラになりきったら、いやいや、ちゃんだからな、変に思わんくてもな、こっちが勝手に気まずくなってまうの。わかる？あー、どんな私服かなって方が嬉しい。あー、いいね。そうしよう。警察官？リアルでも？いいよ。いいよって言ってもたら勝手に。違う。まあ。気が向いたら。だから、いっぱいになったらやで。3超えたら、にしよう。3超えたらな。絶対無理とか言ったらなんか、あれやけど。違うねん。そっちじゃないねん。こっちが気まずいの。こっちがものすごく気まずいの。わかりますか？わからないですよね。まあ、やったことないんだからね。ものすごく気まずいんですよ。本当に。もう私は絶対にやりませんからね。3以上じゃないとやらないんで。ほんまに気まずいんやからな。ほんまに。あ、もう帰るの？ってなるときにさ、早うにさ、帰ってさ、ほんま、気まずいで。気まずいで。もう気まずいで。あ、もう終わり？ってなるから。なので、3以上じゃないとちょっと。レアにしていこう。ちょっと、バンバンコスプレしてるやん。ほら、ちょっと。もうちょっとレアにしよう。東京の握手会のあれか、あのさ、あれ大阪やったっけ、東京、全然覚えてない。うわ、全然覚えてない。なんか私さ、名前の順やからか知らんけど、めっちゃ一部多いねんな。
公園の時変な服装しててお見送りで勝手に気まずい経験あります。おもろい。確かに気まずいかも。今日も可愛い。やったーやったー、嬉しいな。私も今日もみんなと会えてとても嬉しいよ。今日からボットみたいにしていこうかな。みんなおはよう。今日もいい天気じゃないわ。今日も素晴らしい一日だったね。みんな今日もみんなと今日も会えて嬉しいな。このキャラでいこうかな。配信の時だけ。今日もみんなと会えてとっても嬉しいな。みんなも私と会えて嬉しい？そう、よかった。みんなが幸せで私も幸せだよ。ありがとう。今までって言いそうやった。終わってまう。はよせたんて出してほしいわ。公開してほしい。児童劇団みたい。おもろ。 AI になろうかな、ギャンかな。今日から私は AI だよ。 AI さくらやん。AI さくらやん。リアル AI さくらやん。おもろ。 AI さくらってなんなん、ボットみたいなこと。あれ何のためにやるん。めっちゃおもろい。標準語キャラ。だる。なんか感情こもったら関西弁なる。なんかな、私は親しみやすい敬語を目指してるから、なんか極力なんかバチバチに敬語にはせへんようにしてんねん。なんか標準語とかの話じゃなくなったけど、なんかそう、あの話やったっけ。コメント読んでたら分からなくなった。何の話やったっけ。見て、絆創膏透明のやつ出たね。出たっていうか買ってきてもらった。すごない？ちょっと今なんか端っこ剥がれてなんか分かりやすくなってるけど全然分からへんねん。すごない？でも写真でこうやって見たらピッカピカやねん、中指だけ。あ、そう、親しみやすい敬語、親しみやすい敬語を目指してて、私はなんかな。本日はとてもお日柄もよくみたいなさ感じでさ話し始めたらちょっとさ、なんかもう話しにくいやん。なんか例文が急に思いつかんけど、なんかな、嫌じゃない。なんかさ堅苦しいから、あんまりわざと崩してる敬語を、なんか何々ですよみたいな感じにしてる自分で。だってなんか堅苦しすぎても喋られへんやん。じゃなんか喋りたくないなって思われそうで、そう距離を感じるからちょっと崩すね。何々なんですけど、何々なんですかみたいな。けどとかあんま言わんやん。けどは言うか分からんけど、なんかさ何々していただきましてみたいな。なんかしていただきましてはまださ分かるけどさ、なんか例文が思いつかんな。何やな、なんかなんて言うんやろな、堅苦しいのがな、ちょっと嫌じゃない。キューキーこそ崩した敬語やわ。ほんまに頑張って崩した敬語か、何々なんやけど何々するんみたいな。これらしいねんけどこうなんかなーって言ったりする。まあ言うても年上やからな。
別に生きてる年数が何年かさ長いだけとはいえね、なんか急に後輩できたからさ何々してよねみたいなさ先輩風吹かせてたらさ英語終わったちょっと嫌やんからなんか別になんか気取ってませんよアピールなんか嫌じゃない。だってさ後輩できたから急になんか気取ってますみたいな恥ずかしいやんからちょっと嫌やから気にしてやるね。理科と社会どっちからやろうかな。英語が割と頭使ったから社会にしようかな。よいしょ、よいしょ。誰と喋る時でもなんか年上の方がな。だから私は崩した敬語をめちゃめちゃ勉強してきたからものすごい研究してきてんで、なんかどうしたら愛されるかみたいな愛される喋り方を私はずっと研究してきたわけですよ今まで。この世の中どういう人間が愛されるのかものすごく頑張って考えてきたわけですよ私は。アドラちゃんチラ見。だからねあれなんです、いろいろまあ研究してきたがゆえになんか年上と喋る方がないいねんな、なんか楽だから。その愛される敬語をものすごく勉強してきたから何々ですよみたいな何々ですよしか言わんけどね、してきたからそっちの方が楽。年下が関わったことあんまないねん。自分が言っちゃいした。親戚が一個下で一人だけおるけどもうほぼ変わらんし、でその子もまさにしかたわからんし年上の方が楽やねんな。別に自分が大人びてるアピールじゃないで、これはなんか簡単接し方が。でも愛されようと思わんくなったらな、どっちにしろしんどいけどな。だって愛されるように研究してきたから愛されんでいいと思ってしまったらなって感じやけど、ね、諦めるまでは割とそっちだけど。はあ、キューキと話すとき、キューキと話すときはさすがに緊張はしてない、緊張はしてないけどなんて言おうかなって考えてる。話し方が慣れ慣れし、確かにな、話聞くよおじさん。愛されるより愛したい。いや私は愛することは得意なんですよ愛情を注ぐのは得意、ただ愛され慣れてないから愛情なあ難しない、注がれる側。私は愛情を注いでもらったらその分返すしそれ以上に返せると思うよ。けどそもそも私が愛情を注ぎすぎてるから愛されてると思われへんかな二重羨ましい、やった私はあんまり好きじゃない二重が嫌とかじゃなくてあんまり可愛くない形じゃない。アジさんの目とかやっぱり綺麗だよね。でも若菜さんの目も可愛いよなやっぱりね。隣の芝は青いなんか最後イントネーション上がったらダサくなるな、青いってハテナついたら。私はものすごく愛情深い人なんでね、よく言うと悪く言うとメンヘラタイプなんで、そう難しいんですよね。愛情
だから私は愛情不足なんですよ、ずっと。でも愛情は注げるけど愛し方がわからないタイプなんか愛情がありすぎてどう注いでいいかわからんから、とりあえず愛情だけ持ってるけどどうしようってなる。だからアンジュさんもこんなに困ってるということ。だってめっちゃ愛情はあるよ、もちろん。もうこの上ないぐらい、もうほんまに誰にも負けへんでレベルで愛情あるけど、どう注いでいいかわからんからどうしようってなってるわけいや好きって言われると戸惑うタイプ、そういうわけでもない。なんか嬉しいけど戸惑うとは思うで。なんかな、わからんねんな。愛され方もわからんし愛し方もわからん、ただの思春期やんけおもろ、溢れてんでほんまに。けどな、愛情がありすぎてな、なんかな、なんやろな、限度が分からへんくなってしまうから。私は重いから、かあんまり重くなったらあかんっていつも言ってるやん、あれ。超えてしまうから、なんか超えてしまったらめんどくさがられてさ、結局離れていくからさ、えーんってなるやん。だからね、難しいですよ。ペンギンに愛し方を教えてもらう。あの人こそ愛し方を知らない人間でしょ。人間っていうかペンギンやからな動物、動物やけど人間も。私は愛情をちゃんと注いでもらったらその分返すで、好き好きってやってくれたらその分返すで。ただそんな好き好きって来られたことはあんまりないあったっけな。好き、あー、その幼稚園に入る前から遊んでる女の子は好き好きって言って、お手紙もなめちゃ可愛い、さくちゃん大好きみたいな、大大大大大好きみたいなのな、書いたな、お手紙をなくれんねん、可愛いやろ、うん、そう、女の子なんやけどな。そういう子はあるけど、それも幼稚園入る前やし、そうっていうレベルでしかないかな愛された記憶。いや、もちろん親とかはあるよ。親戚、親族はちょっと一旦置いとこう。おるかな、わからないね。ない気がするない気がする。あんまりなんかな、私が重すぎるから、好き好きってしすぎタイプやから、自分を超える愛情を持つものに出会ったことがないおもろー。あやぴょんは DD やからな、ただの。みんなにだって好き好きって言うやろ。だって私じゃなくてもいいやん。そこに黒島さくらが存在しなくても他の誰かがおるってことやろ。じゃあ私じゃなくてもいいやんって思うくない？から、あれは論外。そうだよ、これからだよ。だって私がおらんくなってもりさちゃんとかみひなちゃんとかあみたんとかあやみちゃんとか他のちっちゃい子たちがいっぱいおるんやろ。じゃあ私が一人でおらんかっても別に良くないってなるやん。からそんなもんなんですよ、人間は。私なんていなくても大丈夫なんですよって思うような世の中なんですよ。ふん。DD なオタクにも刺さります。刺さるなら黒島一本にすればいいんだよ。みんな一本にすればいいんだよ。そんなことないよ、懐かしい。これで半角やったら完璧やった。そんなことないよ、懐かしいな。この世の中、一人の人間を愛し続ける人なんてほとんどいないんですよ本当にみんなが桜田みたいな人ばっかりやからな、ほんま。ブリッジが得意なクロちゃん、なかなか古いのを引っ張り出してきたな。そんなことないよ、ほんまに懐かしいな。いやいやいや、あれは桜田さんが悪い。だって会話いっぱいあるってことやろ。誰にでも可愛い可愛いって言うんやったら、誰にでも愛情を注ぐって言うんやったら、私じゃなくてもいいんやろ。そういうことじゃないですかね。別にそっちがそれなら、私も別に桜田さんじゃなくても会話いっぱいいるんで
ことですよ。確かにもうすぐ生誕やからお手柔らかに。いやいやいや関係ないから。その程度なんですよ人間なんて。見返りを求めてでもどうせ帰ってこないんですから。何も求めるもんじゃないですよみんな。私は最近っていうほど最近じゃないけど、なんか絶対誰も気づかんやらなくらいのいいことをするようにしてる。なんかなんやな、休んでるこのおちプリントが落ちてたらちょっと拾ってあげるみたいな、とか誰かが椅子掘り出してどっか行ってたらちょっと直してあげるみたいな、とかその座ってるこの椅子にかけてた上着が落ちてたから拾ってあげるみたいな、いやん拾ってあげるみたいなやつをしてる。で一人でこれはいいことだねって思ってテンション上げてる。これいいからやってみてみんな。なかなかハッピー人間がない。これいいで、みんなでこれやろう。ハッピー人間になるから。そんなことをしても誰もどうせ見てないんですけどね。もうそれがまた趣があるというか、変なとこで噛んだ。いいですよね、それはそれでいいんですよ。いやー私は誰かが見てるよ的なやつは信じてないから。誰かって誰って感じやし、その現場におらんかったんやから見てるわけなくないって思うタイプなんですけど、まあいいんじゃないですか別に帰ってこなくても。ただ自分が正しいと思ったことをしただけでいいんじゃないですかね。知らない。哲学書をプレゼントされたら読む読む読むけど、自分の思想と違うかったらあんまり受け入れへんけど最後までは読む。その向きがあるんですよ、それはそれで。どうせ誰も自分のことなんか見てないとしても別にな、それが世の中なんやからっていうね、ものですよ。面白いね本当に。不条理ですからねこの世界は。いつでも今何読んでるの、何やったっけな、死にたがりの君に送る物語みたいなやつけど最近あんま読んでない。難しいな、漢字多いね。いや漢字っていうかなんか日常で使わん日本語が多いから、なんか調べながら読まなあかんからさ、ちょっとなかなか読む気になれるねんな。難しいな、達観してる、達観してるんかな。そんなことないと思うで。でもね、全員が全員報われる世の中じゃないんで、もう自分で認めるしかないんですよ、誰もいないんで。っていうことに早く気づいた方がいいですよ。もう誰かに愛されることばっかり求めていけてても絶対に全員が愛されるわけじゃないんやから、もう自分で注ぐしかないんですよ。ってことで終わろうと思います。ランキングを見ます。13位 RC さんありがとうございます。12位高秀さんありがとうございます。11位哲宮さん、待って変わった。13位真紀子さんありがとうございます。12位高秀さんありがとうございます。11位哲宮さんありがとうございます。13位ポンさんありがとうございます。あれ13位って言った、10位ポンさんありがとうございます。私なんて言った今。9位オレオーズさんありがとうございます。8位マチカネフキタルさんありがとうございます。7位アラケンチョビさんありがとうございます。6位トシさん超絶カレンタンさんありがとうございます。5位伊達ちゃんさんありがとうございます。
6位タンベマーボーさんあじさんの人やありがとうございます。3位佐藤くんさんありがとうございます。2位ジョンさんありがとうございます。1位ムーチョさんありがとうございます。わー戻れへん、さよなら。ペンギンさん応援してください。無理です、ペンギンは別に自分に愛情を注いでくれるわけじゃないから愛情を注ぎ返さないよ。私はアンジュさんに注ぎまくるから、アンジュさんとハチキにひたすら注ぐからペンギンに注ぐ愛情はない、もうないですよそんなもの、余ってないからここにも注がなあかんからな、こっちこっちに注ぐのとアンジュさんとハチキって注いでたらもう他注ぐのないから、余ってない愛情、ペンギンまで行き届かん、はあ、メセカだい、ああ、あれか、ありがとうございます、お願いします。はあ、ペンギン楽しい、ちゃんと待って、チンしてチンしてちゃうわ、食べれる、何書いたか忘れた、わかるわ、私あれやもん、プレゼントとかさ早うに書きすぎて何て書いたっけってなる覚えてない、何買ったかも覚えてない、何か買ったっけってなる、はあ、桜田さん勝ったけどなんかどっか行ったもう一回買うなんか勝ったけどどっか行ったからもう一回買っとく、いやあったっけ、いや覚えてないねんな、なんかどっか行ってんからもう一回買うわどっか行っちゃった、まあ生きてたらねいろいろあると思いますけどまあ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 、どう転んでももう自分の気持ちしかないんで、みんなで頑張って生きていきましょうということで、さようなら、バイバイどういう締めくくり、ここまで話してきて、アンジュさんとかペンギンとかあやぴょんとかいろいろ喋って締めこれっていうね、さようなら、バイバイ。